小泉博士は日本の俳優、司会者。本名は小泉博身長173センチメートル、体重72キログラム、血液型は A 型。趣味はゴルフ。ゴジラの逆襲にて、神奈川県鎌倉市に政治家小泉作太郎の八王として生まれる。兄に日本画家の小泉敦志作。11歳で父と死別。 慶應義塾高等学校を経て1943年、慶應義塾大学経済学部に入学。昭和23年に卒業、NHK 第20期アナウンサーとして入局。この進路選択については、日本を農業と経工業の国に変革させる、という当時のアメリカ GHQ の発表に対する不安感があったとコメントしている。NHK 入局後、 昭和25年頃に大部放送局に配属される。同年9月、休暇で上京した際に NHK 内で放送劇をやっていたこともあり、興味本位の軽い気持ちで1951年公開の藤本雅美が代表を務める藤本プロのエリコと共にのフレッシュマン募集に応募し、3人の合格者の一人に選ばれる。これを受け NHK を退職し、 同映画に出演する。その後、東方に復帰した藤本から誘われて、東方入フェイス第3期生に応募し、合格。同期には、山本蓮、岡田真理子がいた。1951年6月、東方に入社して、翌1952年1月、青春会議で主演スタートして売り出す。都会的な、明るい持ち味の2枚目ぶりが人気を呼び、 特に1956年から1960年にかけてのエリチエミ主演のサザエ3シリーズでのマスオ役が当たり役となった。小泉自身はマスオ役を演じたサザエ3シリーズと生活に疲れた刑事を演じた36人の乗客を自身の代表作に挙げている。逆に苦手としたのがプレイボーイの役柄で、 結婚の夜では監督と議論を重ねて役に臨んだものの満足のいく演技が出せなかったという初期の東方特設映画では共演した佐原健二、平田昭彦、土屋義雄などと並んで欠かせない存在だった戦時中は飛行機乗りへの憧れが強くゴジラの逆襲で飛行士役を演じた際は夢が叶った思いだったという1961年以降は 次第にテレビへと活躍の場を移し、1970年にはクイズグランプリの司会を務め、アナウンサー経験者とあって、巧みな話術を生かした名司会ぶりで人気を博す。1963年に出演したマタンゴはグループ芝居的な要素が盛り込まれたこともあって、小泉を含めた出演者全員が気合を入れて臨めた作品だったという。またマタンゴのキノコを制作した。 風月堂に、後年、小泉の名がとついでいる。レストラン、チェックを経営し、1990年代後半からは、フランキー堺の後押しなどもあって、日本俳優連合での取りまとめ役に従事、鉄子の部屋では、そっちが忙しすぎて、俳優の仕事があまりできないんですよ、とコメントしていた。二千三年の、ゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS で、俳優業に復帰。 モスラと同じ中将役としての登場で、久々のゴジラ映画出演となった。また、同時期にもテレビ、超星神グランセーザーに中条という名の役で出演した。2015年5月31日午前2時20分、間質性肺炎のため死去。88歳没。ありがとうございます。